音調箱は、かつて、デノンコンシューマーマーケティングが1995年から2012年まで製造、発売されていたオーディオ機器のブランド、およびシリーズ。シリーズのほとんどが、木目調を採用しており、その中でもレコードプレイヤー FM、AM チューナー CD プレイヤーカセットデッキなどを搭載した一体型のパーソナルオーディオシステムは、かつての昭和時代の電気蓄音機や、 アンサンブル型ステレオを彷彿させるようなクラシカルなデザインが特徴。当初はコロンビアブランドで発売されていたが2002年以降に開発された機種より順次デノンブランドに変更、発売となった。コロンビアブランドとして発売していた頃の音帳箱のカタログには、キシメ g P-3 という長きにわたって日本国内で製造された ポータブルレコードプレイヤーもラインナップされていた。しかし、競合メーカーのティアック、並びに、日本以外のアセアン系、メーカー各社などから類似のレコードプレイヤーなどが発売された上、USB、SD カード、CDR に、レコードやカセットテープの音声を残せるレコーダーを搭載した製品が続々と発売されたため、千二十一年二月現在では、 デノンのコロンビアブランドのカラオケ機器ともどもうと、超箱シリーズは販売終了している。ありがとうございます。